東京 FM スカイロケットカンパニーの社員の皆様、八代本部長、秘書の浜崎さん、お疲れ様です。新山しおりです。来週はギター女子ウィークということで、私新山しおりが8月18日月曜日に出演します。先日ギター女子の山崎葵さん、すずさん、さくさんにお会いしたんですけど、みんなが同じギターを持ってるけど、それぞれ個性があってすごく面白いなと思いました。そんな私ですが、この夏はたくさん素敵なイベントに出演させていただきました。9月以降もライブが決まってるので、ぜひ私のホームページをチェックしてみてください。さん、お疲れ様です。山崎葵です。来週はギター女子ウィークということで、私山崎葵は8月の19日火曜日に出演します。来週、出演されるギター女子の皆様に、この前お会いしたんですけれども、やっぱり皆さん音楽性ももちろん違うんですけれども、それと同じように性格も、皆さんバラバラだなというのが私の感想で、本当にみんなすごくキャラが立っていて、なんか面白かったです。そんな私山崎葵は、8月の28日に21歳になるんですけれども、バースデーライブを企画しています。全国5都市で、開催されますので、ぜひ皆さん、お近くの会場に遊びに来てください。ということで、当日東京 FM スペイン坂スタジオでもお待ちしています。以上、山崎葵でした。沖縄県出身シンガーソングライター、すずです。ギター女子ウィークということで、私すず8月20日水曜日に出演します。当日の弾き語りでは、初めてスペイン坂でライブをするんですけど、とても楽しみなのと、あと一人一人になんかすずの歌が心に響けばいいなと思うのと、やっぱり一番は皆さんと楽しくライブをして、聴いてもらったら嬉しいです。最高です。そんな私なんですが、8月20日に「Love to You by Cups」をリリースします。皆さんぜひ聴いて、一緒にカップで演奏して、歌も歌って、カップスの輪が広がればいいなと思います。サクです。来週はギター女子ウィークということで、私サクが8月21日木曜日に出演します。当日は弾き語りでのミニライブもしますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そんな私サクは10月4日に渋谷のエッグマンでゾンビモーニング EP のリリースパーティーを行います。チケットも販売していますので、ぜひホームページなどチェックしてみてください。ぜひ東京 FM スペイン坂スタジオでもお待ちしております。以上、サクでした。